リトルナイトメアーズ、リトルナイトメアマイナスは、スウェーデンのゲーム会社、タルシルスタジオが開発し、バンダイナムコエンターテインメントより発売されたゲームソフト。2017年4月28日にプレイステーション四およびスティーム向けに配信が開始され、6月8日に新たな物語、シークレッツオブザモ h の配信が発表され、7月7日に DLC 第一弾、ザ・デプス新演。 マイナスが発売。11月10日に DLC 第2弾、ザ・ハイダウェイ秘密の部屋。2018年2月23日に DLC 第3弾、ザ・レジデンス静寂のアトリエマイナスが発売された。2018年6月7日には、すべてのダウンロードコンテンツを収録した、リトルナイトメアーズ、リトルナイトメア、デラックスエディションが、 ニンテンドースウィッチ及びプレイステーション4向けに発売された。2021年2月10日に続編であるリトルナイトメアニが発売。胃袋の名を持つ巨大な船舶に囚われた少女6を操作し謎を解きながら船からの脱出を目指すアドベンチャーゲーム。子供の視点から描かれた世界はすべてのものが大きく歪んで見える。 巨大船舶網の奥深くで目覚めたシックスが船から脱出しようと試みるところから物語は始まる。多くの危険が潜む船内を一人自衛を絞り、住人たちをかいくぐりながらシックスは進む。決して音を上げることなく運命へと立ち向かっていく。ライターで周囲を照らしながら探索し、物によじ登る、走る、投げるなどのギミックを駆使して、障害を乗り越えていく。 しかし、攻撃手段などは持っていないため、敵に捕まらないよう隠れたり、走り抜けたりしながら立ち回ることが必要になる。ドイツで開催された、ゲームスコム2016にて、ゲームスコムインディアワードを受賞。ありがとうございます。